グラハムはアメリカ合衆国のオスカロライナ州の中央部アラマンス軍の都市であり同軍の軍庁所在地でもある。2010年国勢調査での人口は14,153人だったバーリントン大都市圏に属している。グラハムは1849年新設されたアラマンス軍の軍庁所在地として設立され、1851年には町として法人化された。 1961年、死になった。ノースカロライナ州、選出アメリカ合衆国上院議員を呼び、ノースカロライナ州知事を務めた、ウィリアム・アレクサンダー・グラハムにちなんで氏名が付けられた。グラハム市にあるアメリカ合衆国国家、歴史登録財としては、次のものがある。アラマンス軍庁舎、シーダロック公園歴史地区、グラハム歴史地区、ウィリアム・ピー・モローテー。 北メインストリート歴史地区、オナイダコットンミルズとスコットメベーン、製造会社複合施設。グラハム市は、北緯36度3分52秒整形79度23分53秒、北緯3 6 0 6四4 4度整形79.39806度、36.06444-79.39806に位置している。北と西は、 バーリントン市、北東はホーリバー町と接している。ホーカワがグラハム市の東へを流れ、市は南のアラマンスクリークまで伸びている。週刊高速道路85号線が市内を通り、東はダーラム、西はグリーンズボロとをつないでいる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、市域全面積は9.7平方マイルであり、このうち陸地9.6平方マイル。 水域は0.077平方マイルで、水域率は0.67%である。グラハム市地域の気候は、比較的高温と、年間を通じて均等にある降水とが特徴である。欠片の気候区分では、温暖湿潤気候であり、略語は、シエフェである。グラハム市の公共教育は、アラマンス、バーリントン教育体系と呼ばれ、 1996年にアラマンス軍教育体系とバーリントンし、教育体系の合併で創設された。公立学校は以下のものがある。私立学校には以下のものがある。グラハム市内には2年生の高科カレッジであるアラマンスコミュニティカレッジがある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。